ちは、ステアートでのべるちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日はですね、ちょっとまたアクリル練習ちょっとやりたいと思って、なんかいつも同じ絵だったらちょっとつまんないなと思って、ちょっとなんか違うなことをやりたいと思います。なので今日はちょっとアクリル絵の具の練習で 3D 絵みたいな感じを作っていきたいと思います。まあどうなるのかわからないんですけど、ちょっと頑張っていきたいと思います。あ、じゃあやりましょう。ちょっと赤い月作っていきたいと思います。じゃあますイエロー、レモン、プライマリーイエロー、アソイ、ディープイエロー、これオレンジも使います、赤も使います。ちょっと黒、なんかもうちょこっと形これね。白、次のイエロー、そしたらオレンジ入れる、ま、赤もちょこっとね、そしたらちょこっと赤と黒、多分白が多いかもしれない、白が多いかもしれないから、もうちょっとこう入れて、まあ、めっちゃ初心者だからこんな感じです。ちょっと乾かします。まあ、じゃあこんな感じね。これはもう終わったやつで、からちょっとこんな感じのなんか 3D っぽくてにします。こんな感じ、どれがいいか、いやこれちょっと失敗だなって思うからこんな感じにします。 OK、 まあ、じゃあちょっと 3D っぽくていいのかな。ちょっと木を作りますね。
な感じになりました。タタタタンです。入れました。サインも入れました。ベロニカって、おかえり。ただいまベロちゃん、おかえりなさい。いやなんか今日も練習した。なんか俺よりさ、うん、ベロのがアクリル練習してんじゃん。知ってる。楽しいの。楽しい。なので今やっタラララララン。どう。え、やばいじゃん。え、なにこれ、めっちゃ ET じゃん。どうでしょう。え、天才だな。なんかちょっと 3D っぽくて、うん、やりたくて、まあ、うん、まあ、ということで、まあ、皆さんこんな感じです。私の初めての月。え、これね、俺描けないよ、これ。描けるよ。スプレーなら描けるけど、うん、アクリルでどうやって描けばいいか全然わかんないって。本当に初月。え、すごくない。ありがとうございます。まあ、皆さんも面白いと思ったら、いいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。あ、じゃあコメントもよろしくお願いします。あ、じゃ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 あ、